こんにちは、グッピーコゼです。前にセンベロどころじゃないなにわの立ち飲み屋さんというのをアップしたんですけど、そのお店が2周年ということで2周年イベントに行ってきました。すごい、これ1時間飲み放題で食べ放題。うわすげえ。唐揚げ、サバですか？サバ。うわすげえ、美味しそう。とお稲荷さん、ちょっと お祝いって感じで。これ私1列やと思ったら2列あるやん。めっちゃすごい、めっちゃセンスいいし、ほんでこれ食べ放題で飲み放題ってやばい。すごいパーティー感けど、ほんますごいんがキンキンのグラスで生ビール出してくれんねやんか。で結構周りの人と会話も弾んで、あ、ほんで唐揚げも頼みました。で唐揚げにレモンとかもつけてくれんねんね。すごくない？ほんまに猿みたいな顔して食べてたもん。いや猿やん、もう猿で。この付箋に時間書いてもらって1時間飲むことができます。これちゃんとしたボールペンやけど、フリクションやったら最悪です。かなり男前な醤油を取り出して、醤油は厚揚げにかけました。まあ、ポン酢の人もおるけど、私は厚揚げって感じ で2杯目もキンキンのグラスで出してくれて、もうマシャさんも笑ってるわ。いやいや、もうこんなんとかしてるやん。厚揚げの大根おろし移動させて食べたりしてるやん。しかももう相変わらず調味料も、調味料もいっぱいあったから、こんなんかけて唐揚げ食べてみた。あー美味しいなーとか思ってたら、隣の方がすっごいお店を教えてくれて、この近くにあるホルモン屋さんらしいんですけど、チューハイの中になんと安住チューハイ。なんかこの前もなんか発明したんですよ。発明？これ最近発明されてる。あ、それか。安住バー入れてるんですか。大胆にって、大胆すぎるんですか。これはなんかちょっとインスタ映えですね。いや、かなり。マスターがこんなお花もろってどうしようって言ってる中、私はサバ食べます。すごい会議が、お花会議が開かれてる。そんな中、私はサバ食べます。そしたら急に、え、何の先生ですか？絶対漫画ですよね。漫画家の先生が登場して、私の似顔絵のセル画をくれました。これはマジで嬉しい。この厳密に再現されてる、このピアスも再現されてる。こっちはチャックついてるんですけど、こっち実はチャック取れてたんですよ、私袖の。それ、あ、それはちょっとたまたま偶然、あ、たまたま、あ嬉しすぎてお稲荷さんを食べました。やっぱめっちゃ美味しいですね。こんな日もこのお菓子ただなんですか？実はこのお店、お菓子がただなんですよ。あ、なおたけおろしになってる。男の人の名前みたいな、なおたけ。のやつやと思ってた。でこれが大阪名物、紅生姜天です。これにウスターソースかけて食べる。そうそうそう、みんなね、これにソースかけて食べるんですよ。ビールとか合ってる。だってこれチューハイ合いますよ。チューハイにめちゃめちゃ、なんか違和感。ほんま最高の周年でした。来年またお願いします。